何？森の入り口、神秘の森。何ここ？ラストタイム、I saw you。 続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、続いてでございますが、ヤンキー、不良と話すっていうことで、あの謎の女性、女の子、ちょっとだけ年上の可能性、町の誰かは知っているかもしれないってことで、書店調べつつ不良とちょっと喋ってきたら、あいつら女の子に詳しいんじゃないかみたいな、そんな状況ですが、ここは相変わらずいけねえか。頭がなんでこんなに痛いんだろう。頭痛いんかいお前。何か感じる。僕を呼んでる。どっから、どっから呼ばれてんの。結局神社に入れるわけではない。な、一旦待ちやね。どうも。おう、あゆみ、台風で閉じ込められたって聞いたぞ。閉じ込められてたのかい。すごく怖かったよ。町の様子はどう。いくつか建物が壊れてしまって、川も氾濫して大変。あら、相当やん。正直なところ、俺がいなければ町中大混乱だっただろう。言うね。寝ぼすけの。え、出来損ない、出来損ないではないか。言い過ぎか。それは大したことないやんな、お前な。災害時の人間、災害時の人間の本性は全くもって危険だからな。ゆとりだね。すごい自己満足言うねー。で、あれ、下降りれへんな。あれ、下降りれんくなってるわ。氾濫したから。おや、商店街、上なんか光ってるで。よかった、このお店は無事みたいだ。でも災害まで何日もかかりそう。おー、なんか左に知らんやつもおるし。おい、あゆみ、もう大丈夫そうだね。ありがとう、二人とも。何してるの。おたまじゃくし捕まえてるところ。こんな時に。おたまじゃくしがどう成長するか見たいんだ。何匹捕まえたの。まだこれからだよ。捕まえる時すごく滑るんだ。カッパにいたずらされないようにね。カッパ、何でもないよ、ははは。あの上タンポポのところ光ってんの、なんなんやろ。取れへんよね今。ビヨン書店の前に誰だよ。あゆみくん、なおから全部聞いたよ。大丈夫かな。その着物っぽい感じに、その靴ですか。こんにちは、対馬さん。ありがとう、僕は大丈夫です。あの子とっても心配していたんだよ。誰。あゆみくんを助けようとして何十冊も医学書のページを破って持っていってしまった。え、なんすかそれ。それ本当に。みんなに心配かけてすいません。まあこれで自然の恐ろしさが分かっただろう。私たちは自然の恐ろしさをすぐに忘れがちだ。人間は本当に脆弱だよ。この土地の姿は私たち人間の手によっていろいろ変わってしまった。でもこの森はかつての姿を覚えている。今の快適さは僕たち人間が支配できなかったものに対する恐怖の代わりにできたもの。それでも結局のところ私たちはまだ無防備だ。はあ、子供にはちょっとよくわかんないです。あの、対馬さん、あ、怖がらせるつもりではないんだ、ごめんね。いや、ビビってはないんですけど、実際台風の時何も起こらないとタガをくくっていたし、古い本たちと長い月日を過ごしてきたせい。この人があれかい、書店の何店長みたいな。ってことはなおのおやっさん、違う、何、なおは対馬さんによく似てますね。どういう関係や。親子か、おじさんか。それはさておき、また好きな時に店を覗いてみてくれ。いつでも好きな時に本を見に来るといいよ。ありがとう。西洋文学の本、僕が今探してる本じゃない。あら、違うのか。雨降ってんのにこんなところに本出さん方がいいと思うんですけど。新しいやつ、あ、やっぱなおの親父なんや。対馬さんは本屋さん、少し堅苦しいところもあるけれど、いつも洋風な着物を着ていてすごくおしゃれなんだ。おしゃれですね。なお、対馬なおっつうのか。じゃあ何してる、また井戸端会議みたいな。走って買えるだけ買うのよ。次はいつまたこんな自然災害が起こるかわからないわ。電気売ってる。あれだけの電気を全部買わなくっちゃ。こういう噂がな、よくないのよな。あかん方に行ったりもするのよな。
電球本当に必要かしら。電気は消えなかったわよ。もうとにかく全部買うのよ。この時代に SNS とかあったらもっとひどいことになったりするんやろうな。オイルショックとかで済まへんやろうな。いや大丈夫だった。怖かったよね。ワンワン、君がどっかへ吹き飛ばされなくてよかったよ。雲の中には捕まるものが何もないしね。ワン、うん、全然わかってないで。おじさんは、うん、あの台風でさえおまんとこのひどい魚を沼に返すことはできなかったんだな。口悪いだ。もう水は俺の仲間だからな。お前とお前の肉こそ俺の視界から消え去るべきだったのに。言うね。はあ、こんな時でさえこういう協力できないなんてどうするんだよなあ。たい焼きのおっちゃん、おじいちゃんたい焼き大好きだったな。おじいちゃんにお供え、あ、ここで、いや、たい焼きよりもなんかお酒的なやつになったりせえへんかな。どうも。ねえ見て、歩みが来たわ。もう私たち本当に心配したのよ。本当に心配してる。こっち見てや。街中あなたの話で持ちきりだったのよ。そこまで。それより僕、女の人を探してるんだ。僕たちよりいくつか年上で、誰か思い当たる人いる？年上の女の人、どんな見た目？ふーん、あんなことがあってもやっぱり女の子に興味があるのね。ええやろかい。僕はそういうこと言ってるんじゃないよ。背が高くて肩くらいまでの短い黒髪にすごく白い肌。うーん、心当たりがないわ。私たちも年上の女の子と関わりたいけど、そんな機会がなかなかないわ。私たちにはわからないわ。ごめんね。大丈夫、ありがとう。中学生ぐらいやったりすんのかな。あ、こっち行ける。おう、新しいエリア。いた、ヤンキー。どう、これ唾吐くな。おい、見ろや。あいつこの前の台風でヤバかったやつじゃねえか。死んでねえのか。ペッ、めっちゃ吐くな。唾、幽霊か。え、こんなクソいなが何も起きやしねえぜ。ペッ、お前が臆病者じゃなけりゃな、もう少しマシな日常かもな。なんだよお前、臆病者じゃ。ペッめっちゃ吐くな、あいつ唾。あの子誘ってみろよ。お前があの子誘うのに俺を使おうとするんじゃねえよ。頼むぜ。ペッ、誰のこと話してるの。何でもいいだろ、ガキはもう寝る時間だぜ。まだ夕方だよ。聞いて、僕女の人を探してて。はあ、それで大人になったつもりかよ。こんな不気味な墓地なんかに女がいると思うか。墓地なん、ここ。俺もこいつもとっておきのもんがなくなっちまった。お前は真の男になりたいか。だったらなんや、俺たちにもっと酒を持ってこい。そしたら話してやる。でも僕まだ12歳ってことは小6ぐらいってことか。誰も僕にお酒なんて売ってくれないよ。誰が買ってこいって言ったんだ。あら、墓の上に酒が置いてあるだろ。冗談きついぜ。お前行かれてるよ。あれはお供えもんだぞ。あれは俺たちが勝手に触っていいもんじゃねえ。意外と真面目。なんだよ、墓の幽霊なんか怖いのか。お前怨霊って聞いたことないのか。おい、ガキの前で情けねえぜ。この墓には復讐に取り憑かれた女の怨霊がいて、時々姿を現すらしいぞ。あら、本屋の心霊雑誌で見たんだ。お前ちゃんとなんかそんなん読んだりするのね。そいつ怒らせない方がいい。はっはっは、とんだ心霊オタクだな。お前がもしあの記事を読んだら俺の言ってることがわかるだろうよ。詐欺に言えるような話じゃねえよな。どうしたガキ、幽霊に怯えてんのか。それともお前は俺に酒を取ってきてくれるイカれたやつか。え、これ選択なんかな。超常現象が起きても道徳的に考えても酒を取ってくることはできる。え、まず本屋でその心霊雑誌を読んでみようかな。あー、クエストアップデート、お墓なんかいっぱい光ってる。こっちはいけない。あー、選べんにゃ。雑誌持っていく、酒盗んで持っていく。いやー、ちょっとでも雑誌読みたいよな。酒も盗みたいけど、俺は、あ、取れんのはこれだけ。ん、なおの祖母さんもここで眠ってる。おばあちゃんか。なおは祖父さんと、お祖父さんとの方が仲良かったな。彼らの間に何かあったんだろう。でもお母さんは死んだ人のことを噂するのは嫌いなんだ。知らんけど。これで、これ酒盗んだんかな今。でも雑誌も読みに行きたいから一旦スルー。お酒じいちゃんに、盗んだやつでお供えする。
そっちの方がイカれたやつかもね。まあでもまずはちょっと雑誌があるなら、こっちは漢方薬、もしかしてナオが見てたのはこれかな。いや漢方薬じゃなくてさ、対馬さん、墓地の怨霊のこと書いてる心理雑誌ありますか。おう、それだよ。数ヶ月前その本にえらく熱心な青年、あのヤンキーのことかい。もしかすると若者は皆恐怖と向き合うべきなのかもしれないね。あいつを見て青年と呼んでるのかい。その雑誌を買ってもいいですか。もちろんだよ。わあ、竹ないやん。金買えない。え、じゃあ酒盗むしかないんじゃん。江戸川乱歩っていう作家の本、猫と鳥が好きだったのかな、かわいいな。あれ、たい焼きを一旦持って帰ることで何かなったりとかすんのかな。およよ、意外となんかや選択肢いろいろあんのかい。好きな食べ物か飲み物、一日の終わりまでのお供え物を家に持って帰るっていうサイドクエストもあるから、それをやるには一旦帰らなあかんやけど、お前らちょっと小銭、小銭ない小銭、前はとんでもないやつさ、あの台風生き残ったんだから、前は本当にすごすぎる超能力で思ってるんじゃないかかもね。僕が壁を通り抜けられるの知らないの。あら、乗ってる。本当か、なわけないでしょ。いや待て、数日予想を見てたらその能力が時々見られるかもしれない。本当に面白いね学ぶ。お前かさ。いや思んないけどな、思んないノリの会話してると思うけどな。ちょっと待って、小銭がもうちょっと欲しいんですけど、小銭をなんか手に入れる方法あんのかな。学校の方はやっぱ行けない。台風ひどいことしてる、近くなんかないよね。雑誌買う方法、まあ多分あるんやろうな。母さんもうちょっとお金ちょうだい。喋れない、お供えもできない、ゲームはもう一回できそうやけど、今ファイブドラゴンズしてる暇ないわ。すまんな、やったらまあ一回もうクリアしてるから。あら、ここの選択肢ちょっと分岐気になるな。たい焼き買って一旦お供えか、じゃあ、それともなんかお金を手に入れる方法他にあんのかな。おかん喋ってくれへんもんね。お、なんか今、いや関係ないか、この辺のがポポって言ってるだけやんな。なんか情報ない、触れるもんが別にねえもんな。もう人が近くいるときにバト踏んの危ねえな。こっちしかないよね、行けるところが。なんかお金が必要なんやったらそれはそれでそっちの方がむずそうやから、そっちをやってみたいんですけど、もうでもできることはないぞ。あの上のは取れへんもんね。金ももらえそうにねえし、犬撫でてもお金は出んやろか。たい焼きまあ一旦買うか。買う。毎度ありがとう、召し上がれ。このたい焼き本当に大好きだ。いつものルールで食べないとね。坊主がちゃんと金払ってくれる限り好きに食べればいいっさ。これで クエストを達成したら、はいお小遣いみたいな、そういう流れかな。もう一回おかんのところ帰らなあかんけど、これでなんか新しいルールじゃないルートができてくれればいいんですが、酒は結局さっきあれ俺盗んでたんやんな、お墓のやつ。いや持ってないぞ、さっきのは。じゃあパクったわけではないのか、酒を。墓地のところで危ねえ、だからあいつバット、おでん買ったりもできへんし、この辺触れるもんないもんね。よし、一旦これでまあ
いけるかどうか。おそらいも持ってきたで、たい焼きやけど。なんもできへん。あれあら進まんぞ。ってなるともう酒盗んでどうにかするしかないのか。おや、なんか俺見落としてるかい。これで行くしかないぞ。他なんかできる行動ないよな。ここに来るとちょっとなんか視界がぼやけるというか、まあなんかあるんでしょう。でここはやっぱ、あ、水がこれここまで溢れてんのか。よく見たら橋のすぐ下んとこまで。だから無理なんやな。うん、春画の芸術って題名の本なんだろう。うわ、そっか、なるほど。どうした？待って、さっきのタコだった。うん、なんかいいものでも見つかった？何もない今のところ。ここではもうこれ以上何も見つからないだろう。ん、なんか更新された。タコ、え、なんや。でもこっちは買えへんのよな。たい焼き買った意味をセーブしといて、たい焼きを買った意味ですよ。おろろろろ、いやもう行くしかないぞこっち。全部の選択肢を多分俺は触ってるぞ今んとこ。おい、酒持ってきたか。何も言わないしかない。このイヤムシが少し男らしく。こいつめちゃくちゃ、あれ、じゃあやっぱ酒まだ全部パクってあれを、あ、ちゃんと こっからやったら登れんのか上に。あ、ちゃうわ、小銭や。これおじいちゃんのお供え物にぴったりだ。おじいちゃんの大好きなお酒だし、お供え物になるくらいなら持って帰りたいな。僕がこれをどこで手に入れたか誰にもバレないだろうし。死者の酒、いやなんか怖、演出怖。あとでおじいちゃんのお仏壇をみんなで拝むんだろうな。でもおじいちゃんの骨はここに埋まってる。おじいちゃんと僕らの一族のご先祖様たち、ここに何人眠ってるんだろう。今ので酒取ったのか、そういうことか。ちゃんとあの階段のところからしか登れへんかったよな。ってことはこれで金も480なったから、出し買いに行こう。なるほどね、全部取らなあかんかったよあれ。何を取ったのか全然理解ができてなかった俺。ワンカップ的なやつかいこれは。おじいちゃんの好きな日本酒、墓地から盗んできた。何も悪いことが起きないといいけどなあ。これでなんか分岐になったりとかしてんのかな。その辺どうなんでしょう。で金もったいない気もするけど買う、買った。よし、先に読みたいけどない。あ、ここか。幽体離脱、これもコレクトアイテムに入るってことは、まあ買っといて正解やんな。 OK、 これでじゃあ進めますぜ。どんな風にお話になるのか。来い、酒持ってきたか。お酒、心霊雑誌、雑誌にしたら酒じゃねえじゃねえか。これさっき話した心霊雑誌だよ。44ページ見てみろ。正気か。ああ、見せてみろ。何クソったれ、あれ本当の話だったのかよ。見ろよこの写真、嘘じゃねえだろ。おっかねえ、見してそれ。だから俺は言ったんだ、その獲物に手を出すなって。はあ、取ったけどな。眠れなくなったらどうするんだよ。もっとお酒飲む。いらねえよ、酒で呪われてたまるか。仏に失礼なやつをあかねちゃんが相手すると思うか。あかねちゃん、ん、コーヒーショップで働いてるあのあかね、誰かの兄ちゃんやったっけ。あかねって、あの子はすごい美人だ。怨霊に嫌われるよりあの子に嫌われる方が怖いぜ。さっきの冗談だ、あの子は何もひどくない。それよりお前は早く失せろ。ありがとうな、今日はもう開きだ。といたしまして、僕が探してるのはあかねじゃない、
でも彼らと同じくらいの年なのは確か。誰か心当たりがないか茜に聞いてみよう。あれ 2,3 個上とかじゃなかったっけ。ってことはこいつら中学生。出来上がってるね体が。もう喫茶店で茜と魚す。なおのお姉ちゃんやったっけ茜。まだ出てきてはないのよな多分な。よし行くぞ。おい、そういえばバット振れるんやった。行くわ。ここやね。入る。頼もう。お、この人あゆみ。調子はどう。もう顔色良さそうだわ。ニット帽かぶってますね仕事中に。ありがとう。もうすっかりへっちゃらだよ。よかった。いらっしゃい席について。僕君に聞きたいことがあってきたんだ。多分茜に聞けばわかると思って。わかったわ。少し待てる。もうすぐ休憩時間なの。もちろん。先に屋上に行って待っててくれる。屋上あるんや。勝手に行っていいの。誰でもは無理よ。私たちだけ特別だから誰にも言っちゃダメ。約束する。まあ幼馴染的な感じなんかな。めっちゃタメ口で喋ってるもの。あ、カンタとあいつらやな。付き合ってんやなお前らな。確かな。わ、カンタとサチだ。これは大きな進展だ。あゆみ元気そうだな。元気だよ。でカンタなんだよ。私たちかれこれ小1時間メニューを見てる。マジ頼んでないの。まだ。もうそろそろ決めましょうよ。追い出されんで。あ、またこの人喋れない謎の人。わかんねえ。なおのお姉ちゃんだね。僕より年上だけどいつも僕の話に真剣に耳を傾けてくれる。喫茶店で働いてて仲良し。ああ引き続きだね。あ、数時間後。ん、ここは、あ、ええ場所。でもソファー雨に濡れたらめんどくさそう。ここすごくいいと思わない。うん、いいと思う。茜がタバコ吸うの知らなかったよ。ああいいね。ストレスが溜まってる時だけ家族には言わないでね。なおは絶対に嫌がると思う。あの子本当に真面目だから。でもあの真面目すぎて今後が心配。大丈夫、言わないから。あ、ごめん、こんな愚痴聞かせちゃって。実は最近ナオとうまくいってない。時々ナオは僕に期待しすぎてるような気がする。がっかりさせてしまうのが怖い。はあ、私も歩みくらいの頃にもっとちゃんと考えてればよかったな。何を。それで歩みが話したいことって何だったの。いや、ちょっと女の人の話なんですけど。聞かせて。説明が難しいんですけど。何回か彼女に会ったことあるけどここしばらく会えてない。まあ言うて夢の中なんですけどね。多分君と同じくらいの歳なんだけど、なんか知ってる？どんな見た目だった？背が高くて真っ黒な短い髪、すごく白い肌、暗くて深い瞳。めっちゃ見てるな。めっちゃ顔覚えてるな。瞳までちゃんと見てんの。それはかなり具体的だね。せやろ。ごめん。いやいや、その子のこと真剣なのが伝わったわ。でもそれ以外彼女のこと知らないんだ。変だよね。さあその子に対してどんな気持ちになる？その人をもっと知りたい、知らなきゃいけないような気持ちかな。知るべき何かがあるような気がする。うん、可愛いわねあゆみ。ただ身を任せるのよ。経験して学ぶの。何その顔文字。ということな。あ、なんや、とってもロマンチックな話だけど残念ながらその子知らないわ。ロマンチックな感じじゃないや。もしその子にまた会えたら教えてね。面白そうだわ。もう仕事に戻らなきゃ。どうなったかまた絶対教えてね。おい茜、これは恋とかじゃないよ。恋じゃないのに夢の中にずっと出てくるんだ。不思議でしょ。おー、ロマンティック。全然違うよ。上ドラゴンボール思い出すよ。で10月17日火曜日、あの人が誰なのか誰も知らないみたい。明日も調べてみよう。家に帰って1日を終える。終わっちゃった。こっから降りれる？ってことはこっから、あ、すげえことしてるけどな。あー落ちてもうた。もう一回行かして。すんません、通ります。どれに乗れてどれに乗れへんのかが、はっ
判断むずいで。それで、はい。で、これが、トレール、セミの抜け殻。絶対いらん。死んだセミの抜け殻。こんなに小さなセミがあんなにうるさいなんて、夏が終わると地面はこの抜け殻でいっぱい。人んち侵入しとるけどな。うわら、うわ、生きてる、大丈夫。さあ、これで、また日にちは進んでいく感じやね。どういうお話なんだい。まずはお供え物をとりあえず渡しとけばいいかな。あれ、どうした、なんだい、調子はどう、何か分かった、茜と話したよ。多分同い年くらいだと思ってたけど、誰なのか見当もつかない、情報ねえです。あとは森の入り口にも何かある。どういうこと、入り口の近くにいると頭痛がして、入っちゃダメって分かってるのに入りたくなる。本当に、なんかあるね。お父さんがこの森にたくさんの伝説があるって言ってた。なんか言ってたよね、女の人が守り神的な話。俺のばあちゃんも森の怖い話よくしてた。お前小さい頃森で迷子になったんだろ。お昔の話だよ、ほとんど覚えてない。今回のことに全部関係してる。どうかな、今日読んだ本にはそんな話なかったわ。もっとお父さんの本を調べてみる。今は家に帰って夕飯を作らなきゃ。俺もそろそろ帰らなきゃ。二人ともありがとう。考えすぎるな。よく休んでない、エミ。ありがとう。あ、もう帰っちゃう。あ、どっか行った。じゃあ、お供え物だけして寝ればいい感じかな。一日が終わっちゃう。他にできることはないよな。ぐーん、家に入る前におじいちゃんのお供え物何にしよう。酒にするわ。パクったやつやけど怒らんといてや。数時間後、おとん、あ、言うてたね、なんかゴジラ的なやつ見ようっつって。ちゃんと部屋の明かり暗くして見るタイプなんやね。今の見た、怪獣が街を壊しちゃったよ。あはは、見てるさ。なんだか懐かしい光景。脳幹全然見てへんけど。二人ともいつも通りで嬉しいわ。どこにも行かないよ。さっきおじいちゃんにお酒をお供えしたでしょ。バレた。一体どこから持ってきたの。そうやな。でもおじいちゃん喜ぶわ。ええの、このお酒本当に好きだったから。叱らなあかんとこちゃうの。え、どっから取ってきたかちゃんと確認して。大丈夫か、まさかずっと覚えてたなんて。でかした財味、褒めとるし。少したくましくなってきたが、そんなに早く大人にならないでくれよ。僕はただおじいちゃんに守ってくれてありがとうって伝えたかったんだ。ぐすん、泣いてる、大丈夫かい。大丈夫、ありがとう、歩み。この親大丈夫か。パクっていきたいんだよ俺。面白かったな。みんなで映画を見るの大好き。二人ともうとうとしてるのに起きてるふりするのが面白い。終わりか、これで。二人の話が部屋から聞こえる。ん？君が考えているより大変なんだ。仕事で手が離せなくてすまない、夏海。夏海っていう名前やったやん、おかん。家族のために必死なんだ。分かっているわ。あなたのおかげでこの家で暮らしているし、何不自由なくいられる。でも時々、私たちがどうして家族でいられるか考えてほしいの。え？仲悪い？私の父のように。すまない、夏海。頑張っているんだが。分かっているわ、ヒロシ。あ、もうヒロシやった。似てたけど、ほんまにヒロシやった。あなたは頑張ってる。野原ヒロシならぬ土田ヒロシやったわ。聞かない方が良かったかな。二人のこういう話はあんまり好きじゃない。余計な話聞いちゃった。すっかり夜でございます。ナオとマナブが言ってた森の話。街にいると森のことなんか忘れがちだ。でも忘れちゃダメだ。はあ、これでじゃあまた次の日ですか。ね、寝る。夢はまた見るかな。ロマンティックな恋なんて。おやすみ。さあどうでしょう。
出てくるかい？どうだい？はあ、またこの世界来たね。来ちゃったね。どこだ？いつもの街っぽい景色、交番もありつつ、行った。でも喋ったりはできぬ。おーい、おーい、喋らせろやーい。なんでそんな肌露出してるんだーい。あ、神社か。あー、あの神社になんかあるね。水曜日来ました。今日は神社に行く感じになりそうな予感です。あの森だ。あそこには何かあると思ってたんだ。僕に知らせたかったのかな。かな？おはようございます。獲得したクエスト、森の中の何か。まだ雨降ってるね。あの森は本当に広い。どこまで広がっているのかもわからない。山の上に神社があるのは見える。あの奥に見えてるあの山が、そういうこと？相当高い山やぞ、そんな。10月18日水曜日。あの人は僕を森に導いた。あの人はそこで僕を待っているのかな。この計画を直と学ぶに伝えようかな。で、仏壇のお供えは完了。ああ、たい焼き買った意味。食べたんか。なくなっとるやないかい。お金損したか。何これ、ハートブレイク。あ、あのヤンキーたちの、ほんまにこんなの日記に書いてんのかい。小6であの感じやったらそこそこうまい方やと思うけどな。ん、おはよう、あゆみ。おはよう。どうした、なんだい。相変わらずなんかやってるね。何作ってんの。よく眠れた。うん。熱はどう。もう大丈夫だって何回も言ってるでしょ。そうね、よかったわ。んだけか。ん、あ、聞ける。ねえ、僕があの森で迷子になった時、昔か、はっきり思い出せないんだけど、本当に何もなかったのよ。返事早。いつだったか、用があってあなたを町に連れて行ったわ。もう一人で歩けるまでに成長していたあなたはじっとしていられなかったのよ。1歳2歳とかそれぐらいってことかい。買い物を済ませた後であなたがいなくなっていることに気づいて町中を探し回った。全力であなたの名前を呼んで、あんなに怖かったことはないわ。あなたも分かっていると思うけど。うん。そしてあなたが家に戻っていないか確認しに行った時、あなたが森への階段を登っていくのが見えた。あなたは一人で森へ入っていった。マジ？あの時の歩みはまだ歩き出したばかりの子供だった。でも女の人について何か言っていたわ。何？それ本当？ええ、その人も迷子かと思って私たちも探したのよ。マジか。でも誰も見つからなかった。そうなんだ。何か気になることでも、ん？何か気になることでも、でもあるの？ん？いや、ただあの森のこと考えただけ。でも気をつけてね、めっちゃでもっていう。おじいちゃんがいつも話してた、ん？いつもしてた幽霊の話を覚えてるわよね。ん？何でしたっけ？教えてよ。もうちょっと詳しく教えてよ。一応なんかゲーム説明的には妖怪もなんか出てくるっぽいんですが、まだそういうのは出てきてないよね。で、今日も学校には行けず。相変わらず雨降ってるけど傘は差さず。お、毎日毎日お元気ですね。見て、あの人のうち。なんてこと。あの汚れたカーテン越しに何か見える？覗くな。リビングのカラーコーディネート、水に濡れてとってもマシになった。あのカーテンが信じられないわ。え、絨毯みたい。あなたの家の絨毯みたいだわ。ひどいわ、あれは。え、義理の妹からの贈り物よ。
絨毯を買いましょうと話していたところ、なんやその会話なあ。そういえば君の名前知らないや。その前にお前は誰の犬なん？それなのにこんなに仲良しだね。ワン、なんて言えばいいかな。豆、飛び丸、フォカッチャ、ボスケ。ボスケて豆。じゃあ豆、ワンワン、豆にしました。仲良しやなお前ら。サッチとカンタがおでん選んでる。いい加減にしてよカンタ、朝からずっとこんな感じ。また優柔不断な感じ。でもこんなにたくさんの種類があるから、もうたくさんだわ。あゆみ、あなたが選んでやって。カンタのおごりだから。ええの おでんセットしかないよ。でもおでんのご注文はお電話で。あら、電話に電話の新しいバージョン。ありがとうね。ちっとも難しいことじゃないわ。ごめん、選ぶのが苦手で。それは先に言ってよ。あゆみありがとう。このまま忘れないわ。セットやけどな俺頼んだ。そんな大丈夫だよ。さやち、僕のせいで怒った。そんなことよりおでん食べない？もう仲直り。カンタ、お前そのうち嫌われんぞ。無理があるぞ。毎回あれはしんどいぞ。おはようあゆみ。おはよう。また違う変な夢を見たよ。森の中で何か起こってると思う。ん？何かするつもりじゃないだろうな。多分な。あゆみ、お前最近本当にどうかしてるぞ。なんで？バットを持ち歩いてるんだから野球でもやるよ。あ、まあ確かにな。俺についてこい。変な女のことを忘れさせてやる。変なとか言うな。分かった。ええのか。本当に変なことはするな。なんでなおに話さない？ねえ、喋ったんじゃなかったっけ？もしかしたらなおが解決してくれるかもしれないのに。きっとそうなんだろうけど。でも。うい。どうしましょう。お前たち何かあったのか？なおは力になりたいって言ってくれたけど、僕は心配かけちゃってる。まあみんなそうだろ。お前の問題に首を突っ込むべきじゃないが、なおは俺たち全員を代表して言ってる。この森については少しやりすぎじゃないか。どうかな。思いつきで行動する前によく考えろ。考えが曇ってもお前には俺がいる。体を動かせば気持ちも晴れるさ。まあ脳筋タイプやなお前はな。あいつらもいる。なおはどこにいんやろうな。よ、よあゆみ、妖怪って信じる？森の精霊とか。また言ってるよ。そんなのは科学的に証明されないって言ったじゃないか。分かってるよ。でも周りを見てみろよ。静かすぎないか？何か起こるかも。だよな。絶対に何かに囲まれてる。感情は何も証明しないよ。根拠のない憶測だ。頭いい感じに喋んな。じゃあ伝説についてはどう説明するつもりなんだよ。写真だってあるじゃないか。伝説。専門家に認められてない？雑誌に載ってたやつだろ。専門家に証明されてないことが嘘だとは限らないだろ。気になるなぁ。もう話しても無駄だな。喧嘩すんなよ。で、神社に行く前にどうなんかな。なおがどっかにいたりとか行けそうな気配はするんだが、どうなよ。奥へ進めって言ってるみたい。僕にそう伝えようとしてる。ああ、でも未だ入れるわけじゃない。じゃあとりあえずナオやな。ナオさん、お前は元気か？変なこと聞くけど、今まで森の中で何か大変なこと起きたりした？あの森のことを言ってるのか？そうです。な、何もないさ。あれ、ちょっと気を取ってるやん。俺の管轄は天津町さ。他の場所で何か起きようと俺の問題じゃない。おまりさんは僕たちの安全をとっても心配していると思ってた。もし殺人鬼が森に隠れていたらどうすんの？おまりさんのこと隠れてずっと観察して、てんてん、その時を待ってるんだ。分かった分かった。あそこに入りたくないんだ。怖いから。警察官がこんなこと言うべきじゃないけど、あそこでは奇妙なことがたびたび起こってる。俺たち警察も手上げさ。何？僕もそれ知ってる。いや、言ったろ。あなたは警察官だ。あの森についてもっとよく知るべきじゃない？俺たち二人だけの間に留めておいてくれよ。なんや、この仕事はみんなが思ってる以上に大変だ。俺に愚痴ってんのかお前は。ああ、どうしたどうした、泣いてる。なんやなんや、大丈夫、きっと大丈夫。ぐすんぐすん。どうした？マキの好きな人が彼女を無視する。誰？どうして？私がブサイクなせい？なになに？違うわよ、落ち着いて。彼があなたにふさわしくないだけ。でも彼のこと愛してるの。彼のことをそんなに知らないじゃない。どうしてそこまで言えるの？
わからないけど、ただなんとなくそう思うの。俺がいる前であんまそんな話せん方がいいんじゃないの？彼の近くにいると心臓が止まりそうになる。まずあなたの周りに目を向けるべきだわ。あなたのことを愛している人がすでに周りにいるでしょ。サイの言う通りだね。あ、入ってった。大丈夫？ありがとう、エミ。ねえ、マキの好きなアイスクリーム食べに行こう。グスグス、うん、行く。誰のこと言ってたやろ。マキ、サヤはどうなんかな。あ、ナオさん、とりあえずいました。どうも。あゆみ、町のこと調べ始めたら一晩中かかったわ。天津がこんなに興味深い場所だったなんて知らなかった。いっぱい本読んでたんか。どんな風に？例えば戦国時代の終わりに二人の武士が天津をめぐって争っていた。ここは昔から豊作で有名な土地みたい。だからみんなこの土地を征服したかったのよ。そんな話、誰がそんなこと考えたの？ここは日本で一番退屈な田舎町だと思ってたよ。まあ現代では確かにこの町にそんな魅力があるようには思えないわね。それよりよく眠れた。急に話変えた。まあ眠れました。またあの人と夢で会った？会いました。そう、それでどうするつもり？森に、あ、別に何も。町をもっと。別に何も。そうよね。休憩の間に戻るわ。何かあったらすぐに行ってね。いつものところにいるから。なんで嘘ついちゃったんだろう。僕は何を怖がっているんだろう。あら、アップデートされたわ。今のも選択肢変わったのかな。知らん人いる。つまらない言い争いはよしてくださる。あゆみくん、あ、あ、先生かこれ。すっかり良くなったみたいで嬉しいわ。あなたは私たちに何という恐怖を与えたのでしょう。あなたは私たちについてきているとばかり。すいません、先生。そんなことより今持っているそのバット、学校のものかしら。あ、そうでしたわ。え、これ違います。学部がくれました。あ、行かなきゃ。それじゃ、待って。無視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 。まだ喧嘩してる？なんでなんだ。あ、お前のひどい料理じゃあの子を満足させられないはずなのに。マキーヌよ、俺の何が良かったのか本当に知りたいか。いや、やめろ。お前たちいい加減にしろよ。子供の前だぞ。毎日毎日すごいよね。たい焼きのおじちゃん、喫茶店も入れる。どうも。あゆみ、昨日はありがとう。私たちの中でしょ。例のあの子のこと何か分かった？まだ何も。でも諦めない。面白くなってきたわね。何か分かったら必ず教えてね。何一つ見逃せないわ。ありがとう。あ、あのお姉さんというか着物姿の人おらへんな。ヤンキーはいる。いいよ、もう墓地でタムロするのやめたの？クソガキめ。昨日はおかげさまで三蔵の目にあったぜ。幽霊がいるところで酒を飲んじゃいけねえって言っただろ。俺たち少し酒飲むの控えるべきじゃ。お前らマジで何？高校生？中学生？お前だけやってろ。俺はこんなことで酒を止めるつもりはねえ。お、俺だってそうさ。ほんまでもこの時代のヤンキーとかってめちゃめちゃ年上に見えたもんな。すごいよな、あの老け方。あー、なんもないな。この町の人たちの墓地っぽかったね、やっぱね。全部じゃあこの感じで森に入るでええんかな。一旦行きますわ。なんかが待ってると思うから行こうぜ。森の中へ行かなきゃ。え、あそこに行こうとしてるの？もう懲りたんじゃなかったの？もしかしたらあの台風で死んでたかもしれないのよ。あゆみはまた危ない目に遭いたいの？全然知らない女の人のために。存在しているのかもわからない人なのに何かが僕を呼んでる気がする。知りたいの？はあ。あゆみ一体どうしたの？あなたの力になりたかったけど、もう夢と現実の区別がつかなくなってしまったので、ね、ボロカス言うな。なんかいろいろ、あなたを大切に思っている人がたくさんいるっていうのに。なお、やめてくれ。家に戻らないと。お父さんが呼んでる。僕は勝手にするよ。森行きまーす。あ、消えた。なお、あら、なおと喋らんでも森に入ることはあの感じやったらできたってことかな。なんか
細かいところでやっぱ分岐があったりするんかな。行くぞ森。町に答えがないことは分かってる。行け歩み、僕なら大丈夫だ。よし行くぞ。さあ何が起こるんだい。神社、森の中の何か。何年も経った。ここに来るまでにもう頭痛くない。何なんだろう。おお、わ、なんか変な障壁あるで。これは何だ。あら、手がこれ以上通らない。何やて、何なんだこれ。何、森の入り口、神秘の森。何ここ、防空壕。これは古い鉱山のトンネルみたいだ。おじいちゃんがよくここの話をしてくれたな。戦争の時人がよくここに逃げてきていたって。飛行機が落とす爆弾から逃れるために。もう二度と戦争が起きないことを祈るよ。そらそうやな。こっちは、あ、行ける。おや、森の道。ちょっと、あ、なんか HP 表示も出てきたし。このまま右に行ったら、あ、天津町に戻んのか。町に戻るべきかな。いいえ、でもこっちに行くと自然と戻れんのか。いや違う、竹林。え、ほうほうほう、カラスの、え、あら、なんかこれ、アクション、何、空中ダッシュとかどっかで覚える感じこれ。とう、二段ジャンプとか覚えんのかな。なんか向こう行けそうな感じになってるぞ。やけどまずはこっち側に行かなあかんのよな。何これ。で HP 表示出てきたから、こっからバット使っていく。出てくるね。おい、金手に入った。え、何それ。え、幽霊から金もろてる。お、なんかいるわ。ザ妖怪、猫的なやつ。猫が服を着て傘を差してる。何、おや、これは木を折るのかい。おら、小6がやりすぎやで。おお、下にも行けるけど、下なんかあんのかい。あららら、あー、なんか入れるね。なーにー、こっち立ち入り禁止に入るやつ。うわ、広っ。は、針みたいなんない。うわ、出てきた。ほら、こっちはいけない。ちょっとあの猫が、宝箱ある。ほいほいほい、わわ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 、何それ。何の概念そのお金は。でもどっかで普通に使えるやつってことやんなこれな。女の子探すんちゃうんかい。あれ、意外と結構普通にアクション要素があったりすんのかい。おーい、猫、話せるの。ねえ、話せるさ、話せると思う。ほら話せるよ。うわー、こんなことってありえる。なんで話せるの、猫じゃないの。傘も持ってるしな。物の言い方に気をつけたまえ坊ちゃん。
我が輩はただの猫ではない。名前は猫太郎。猫。そしてこの素晴らしい肉体から見て取れるだろうが、我が輩は猫股。猫だった頃もある。しかし今は猫ではない。人間が我が輩に適応するのをただ路地に転がるゴミのように待つのではなく観察した。あ、君たち人間を何年にもわたってずっと見ていたのさ。人間の本を読み、人間の習慣を学んだ。そうしてついに我が輩は以前の姿を超越した。はあ、君本当にすごい猫だね。あ、そうだろう、猫ってことはやっぱ認めてるやんけ。尻尾2本あるね。君は一体何をしに来たんだね。君のような子供が一人でこの森にいるのは危険だよ。特にこの時間は。なんや、これには訳が。僕は歩み、あの町に住んでる。ある人を探しにここへ来てる。女の人、坊ちゃん。君は自分が何に首を突っ込んでいるのか分かっていないようだね。ああ、あの人のこと知ってるの？この森の住人ならみんな知ってる。何？教えて。あの人がどこにいるか分かる？橋を渡って崖に沿ってさまよっているのを見たことがある。さまよってる。彼女はよくここで地平線を見つめている。ああ、タイトル画面にあった感じのやつってことかな。何か考え込んでいるように。聞きたいことがいっぱいあるんだ。なんだなんだ。これは現実？それとも夢の中？ああ、坊ちゃん、これが夢ならどんなに良かったことか。なんか、なんと言うべきか。なんか神聖でありながらとても利己的なものが。と意味。君たち人間は何でも手に入れた気でいるが、実際に全てを握っているのは彼女。ほう。あ、我が輩はニヒリストとは違う。我が輩は学習し多くの知識を得た偉大な博識者だ。しかしそれらをもってしてもかなわないものがあるのも事実。この土地は多くの苦しみを経験してきた。この摂理が変わることを願うばかり。話についていけない。無理もないさ。好奇心があるのはいいことだが、くれぐれも生き急がぬように。難しいね。もっと君のことを知りたい。あ、これは本当に長い話になる。自分が経験したことでも思い出すのが難しい時がある。我が輩は居場所を探しここへたどり着いた。かつていたところはあまりにも悲惨だった。君も知っているだろうが、この辺りの人間はいい人が多い。この国を旅し見てきた中で特別だ。君はここで生まれ育つことができて幸せ者だ。時々つまらないよ。建物は古いし、毎日同じ人たちと会うし、僕はここを出て自分の好きなところどこでも行けるように早く大人になりたいよ。それは君の努力次第だ。我が輩を見たまえ。気まぐれに毛玉を吐くだけの猫とは全くの別物。あ、それでもいつか。その外の世界に対する憧れも、この場所も恋しく思う時は来るだろう。君は感情豊かな猫だね。この感情に従い生きてきたんだ。今ある全てのことが当たり前だと思ってはいけないよ。女の人は、君が彼女を探しているのは彼女が君を呼んでいるから。詳しいんですね。人間は長い間我が輩のような存在のものに関わってこなかった。彼女が考えていることが平和なことを祈るよ。なんか怖いこと考えている可能性もあんの？彼女に聞けばわかるさ。以上。糸は慎重にたどるんだ、坊ちゃん。自分の身は自分で守るつもりのようだが。そうだよ。あ、森の中にいる妖怪に気をつけたまえ。奴らは人を欺くぞ。みんなそうなの？そうさな。八個？白狐？百個じゃないもんな。信じても大丈夫だ。わかった。まだ手遅れでないことを祈っておくよ。白狐がどっかにおる。あ、入れる。はあ。おじいちゃんがの術が光ってる時と同じだ。ん、ちょっと女子がおかしなってる。なんだか安心する。そうだろうとも。この祠の周りでは悪いことは何も起きないよ。クタクタになった時休むのにうっとつけの場所さ。セーブポイントやね。OK。謎の猫が出てきましたが、じゃあこの感じで女の子探索、引き続きまた次回プレイしていきたいと思います。旅行安全書いておりますが、そういう祠なのかな。それではまた、よろしくどうぞ。